はい、どうも、こんにちは、福田です。今日はですね、バーレの個別銘柄としての実力の検証をしていきたいと思います。よろしくお願いします。この動画ですね、この3ステップに分かれております。まずですね、バーレの基礎データとか、あと他の基礎用語の確認をしていきます。で、その次にですね、このバーレの成績の確認をしていきます。で、最後にーバーレとベンチマークの同期間の成績の比較をしていって、で、このバーレの実力のえと検証をしていきたいと思います。でこのチャンス チャンネルなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、えー、よければチャンネル登録をお願いします。で、推奨する視聴環境ですね、えー、それがこの3点なんですが、えーまあ、あのまとめてざっくり言うとあの、この動画ですね、文字とか数字が結構小さくて、でなおかつ、えー、結構長尺になるので、なので、えーと、なるべくいい画質、そしてなるべく大きな画面で、でえー、と再生速度を早めて、えー、と見ることを推奨しております。で、えー、とその再生速度の、えー、と変更とかはですね、 この YouTube の画面の右下の歯車マークのとかできますので、えー、やってみてください。で、えっ、ー、と、行としては、結構目を酷使することになるので、視聴終了後はですね、オンタオルで目を温めることを推奨しております。で、僕の簡単なプロフィールなんですが、えー、3年間証券会社の営業をやって、で、えー、とそこからは先も、えー、と株式と酒物のトレーダーとして成計を立っております。で、これ、僕の簡単な、えー、とパフォーマンスになります。 はい。じゃあ、本題入っていきます。えっと、まず基礎データの確認ですね。やっていきましょう。で、えっと、企業名、え、ーレ SA ですね。なんか鉄鉱石とかそこら辺をやってる。まあ、あの、素材系の企業って言われてるとこですね。で、ブラジルの企業になります。で、えっと、銘柄コードが、えっと、VALE ですね。バーレまあ、4字のことしなんですけども。で、えっと、上場市場がナイス。ニューヨーク証券取引所。で、上場日が2002年の3月の21日で、で、時価総額なんですけども、直近で約7兆円だそうです。まあ、なんで、比較的大きめの株式って感じですね。で、えっと、 今回ですね、えっと、このバーレとベンチマーク比較していくんですけれども、えっと、ベンチマークがですね、今回は、えっと、この3名柄になります。で、いつもですね、大体アメリカの株式をやっていったんです、やっていったんで、あの、SPY とか、あの、S、S&P500 に連動する SPY とか、あとニューヨークダルに連動する DIA とか、えっと、ナスダック100に連動する999とかですね、そこら辺と比較していってんですけれども、今回ですね、このバーレが、えっと、ブラジルの企業になりますので、え、それなので、まあ、一応ですね、あの、この、US とえっと、CRS っアメリカの全上場企業の、えー、とインデックスですね。そいつと連動する ETF の、えー、VTI とも比較していくんですけれども、えー、メインはです、ね、この EWG、えー、MSCI ブラジル2550インデックス、まあ、この呼び方正しいかどうか分かんないんですけれども、えー、この要は、えー、とブラジルの株式インデックスに連動する ETF の EWG との比較が、えー、とメインとなってい メインになってくるので、ちょっとそこら辺だけ押さえておいてください。で、あと、ついでにですね、この XLB っていう銘柄、えっと、これはですね、えっと、マテリアルズセレクトセクターインデックスっていう、ま、要は素材系の、えっと、株式を、えっと、集めたインデックスなんですけども、えっと、こいつに連動する、えっと、この XLB ってやつとも、えっと、比較していきたいと思います。で、えっと、これですね、上場日が、えっと、各ですね、えっと、こんな感じになってるんですけども、えっと、一応、バーレがですね、えっと、それよりも上場年月日が浅いので、なんで、えっと、全事業、あの、 ののバーーレが上場してからの全データを比較で、きると思いますで、えー、そこでなんですけれども、えっ、ー、と、一応今回リターン見ていくんですが、まあ、あの、この動画を見てる人はおなじみなんですけれども、えっ、ー、と、リターンって3種類これがありまして、で、今回見ていくのが、この一番下の配当込みのリターン、つまりは、福利が効いた場合のリターンになります。で、えー、っとですね、今回その実力を検証するにあたって考えるべきポイントがこの2つなんですけれども、まあ、要はどういうことかっていうと、えっ、ー、と、結局、バーレが、あに、仮に高いリターンを獲得できていたとして、その高いリターンを 上げることができたのはたまたまマーケットが好調だったから、だから高いリターンを獲得できたんじゃないのと、ないしは、たまたまマーケットが好調で、しかもその時にめちゃめちゃリスク高い資産で、あのバーディーがめちゃめちゃリスク高くて、そのリスクを取りまくったから高いリターンを獲得できたんじゃないのみたいな、そういうことが考えられるので、なんで、ここを検証していきたいと思います。 はい。じゃあ、まずですね、えっと、バーでの成績、えここから確認していきましょう。一応、えっと、1営業日から、えっと、2500営業日。これ10年なんですけども、えっと、ここまでを、えっと、成績を、えっと、プロットしてあります。で、これ、配当込みのリターンですね。で、えっと、一応、ここのですね、えっと、用語ですね、え、これに関しては、動画の説明欄のところに、えっと、全部説明書いてありますので、えっと、よかったらそっちを見ていただくか、えっと、ないしはですね、えっと、過去の動画でも説明してるので、えっと、そこで見てみてください。で、一応、一元さん向けに説明していきたいと思います。で、えっと、この動画も見慣れてるって人は、 まああのー、タイムスタンプがあの説明欄のところにありますので、えー、とそこでですね、えー、と具体的な比較のところに飛んでいただければと思います。じゃあ、とりあえずやっていきましょう。まずですね、えー、とここの用語を説明するんですけれども、えっ、ー、と、しちゃいちゃった、えーと、これですね。 1営業日のサンプル数が4959となっているんですけれども、これ、どういうことかというと、要は2002年の3月の21日、バーレが上場してから、2021年の11月30日、先月末までに、1営業日間のリターンのデータっていうのが4959個ございましたよと、でそのうち52.03%にあたる2580回が1回あたり平均して2.15%上昇。 で、えっと、47.97%に当たる2379回が1回当たり平均して、えっと、2.13%下落して、で、そいつらを総合計すると、えー、この4959、えー、回が1回当たり平均リターンが0.1%になりますよみたいな、えー、そういった意味になります。で、えっと、ちなみにこの標準偏差ですね、えー、ここの標準偏差は、えっと、このリターンのブレの大きさを示すものになるんですけれども、まあ、一般的にリスクって言われたりします。なので、えっと、この、えっと、1営業日間の標準偏差は、 偏差が3.02ってなってますけれども、えー、こいつはこの平均リターンの0.1を中心として上にプラス3.02下にマイナス3.02のリターンの振れ幅がありますよみたいな、えー、そういった意味になりますで、まあそれ以上触れることもあるっていうことだけ押さえてくださいで、このシャープレシッシュをです、ねえー、この計算式次第は 平均リターンを標準偏差、リスクで割ったもの。これがシャープレシオになります。シャープレシオはですね、えっと、リスクに対するリターンの獲得効率。まあ、あの、リスクを、このリスクを取って、どれだけ効率よくリターンを獲得できましたかみたいな、そういった指標になるんですけれども、なので、えっと、これが高ければ、この数値が高ければ高いほど、えそれっていうのは、 えっと、リスクに対して効率よくリターンを獲得できてますよ、みたいな。そういった意味になります。で、ここのマックスとミニマムですね、えっと、これは、えっと、立営業日のとこが28.44ってなってるんですけども、こいつはですね、この、えっと、2002年の3月21日から2021年の11月30日までの間で、えっと、バーレに投資していたら、1日で最大、最大っていうか、えっと、一番運が良かった人っていうのは、28.44%上昇してますよ、みたいな。そういった意味になります。で、えっと、逆にこの ミニマムっていうのはその逆で、えー、ここの2002年から2021年までの間で、1営業日間の最大の下落率っていうのが、えー、23.80%でしたよみたいな、まあ、つまりは一番運が悪かった人っていうのは、1日で資産が、えー、23.80%減っちゃってますよみたいな、えー、そういった意味になります、えー。とりあえずこれ1営業日で、でもう1個ついでにこの250営業日、1年のところですね、えー、こういう説明すると、これサンプル数4710ってなってますけども、これは2002年から2021年までの間で、えー、250営業日間のリターンっていうのが が個あってで、そのうち62.38%に当たる2938回が1回当たり平均して68%上昇して、で、えー、っと、37.62%に当たる1772回が1回当たり平均して30%下落して、で、この4710回の平均リターンというのがプラス31%でしたよと、えー。そういった意味になります。で、ここの標準偏差自体は、この250営業日間のリターンの振れ幅が64%ですよっていうふうな。 そういった意味になっていて。で、えっと、シャープレシオ0.49っていうのは、ここの、えっと、250営業日間のリターン割る、250営業日間の標準偏差。これやると、この数値が出てくるっていうふうな、そんな感じになっています。で、マックスが380%になってますけども、 これっていうのは2002年から2021年までの間で250営業日間の最大の上昇率っていうのは380%でしたよと。つまりは一番運が良かった人っていうのはえと250営業日間、つまり1年間で資産がだいたい4.8倍になってますよみたいなえそういった意味になります。逆にえとミニマムがマイナス73%でなってますけれどもえこれはですね2002年から2021年までの間でえと250営業日間の最大の下落率っていうのが73%ですた。 と、まあ、つまり、一番運が悪かった人っていうのは、バーレにえっと250円予備間投資していたら、資産がえっと73%削れちゃってますよと、まあ、あの4分の1ぐらいになっちゃってますよみたいな、えー、そういった意味になります、えー。これがですね、ここのですねサンプル数や何やらのえっと説明でした。じゃあ次ですね、あじ,ゃあじゃあ次というか、えっと、一応ですね、じゃあここのえっとリターンのところ見ていくと、えー、っとここリターンですね。まああの 日数が増えていけば、増えるのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないんですけども、え、まあ、ちゃんと、バーレ自体は、えっと、リターンを上げられてるっていうのがわかると思います。まあ、ただこれ、あくまでですね、えっと、21年分、あ、19年分か、19年分のデータに対して、えっと、10年分の、えっと、リターンのデータしか計測してないので、まあ、これがですね、えっと、15年とかそうなってくると、ちょっとどうなるかっていうのはあるんですけども、一応ですね、えっと、他のものと単位を揃えるために、1、えっと、1営業日から2500営業日っていう感じしてあるので、まあ、とりあえず、ここの、えっと、マックスは10年っていうふうな、まあ、2500営業日、 っってていいう,ふうななな、えー、そんな感じになっていますで、えーとまあ、シャープレシオもです、ね、なんとなくあの増えてはいる、ここまでは増えているけれども、ここからは徐々に下がってるって感じですね。まあ、なんで、えーと、長期になればなるほどリスクの獲得効率みたいなのは、まあ、そんなに良くないのかなって感じですね。はいっていう感じでした、えーと。これがとりあえずここら辺の説明ですね。じゃあ、次ですね、えーと。では具体的にというか えっと、実際に、えっと、ここのリターンのとこですね。え、そいつを比べていきたいと思います。えっと、じゃあ、まず、えっと、VTI ですね。一応、アメリカのインデックス、え、そいつと、えっと、比べていきます。まあ、理由としては、えっと、一応、バーレはブラジルの企業なんだけれども、えっと、アメリカの市場に上場してるから、だからアメリカのインデックスとも比べおいた方がいいんじゃないかなと思って、え、比べるっていうふうな、え、そんな感じです。で、え、これ、同期間の、えっと、リターンのデータ、同期間の、えっと、リスクのデータみたいな感じで、えっと、いろいろ記述、あの、記述してあります。で、えっと、まず、じゃあ、リターン見ていくと、えっと、 えっと、バーレの方が、えっと、リターン自体は VTI よりもいいって感じですね。で、え、ここの下の数値がですね、えっと、バーレのリターンを VTI のリターンで割ったものになるんですけれども、ま、これ、えっと、要は1超えてれば、えっと、バーレの方が VTI よりも、えこの何倍、えっと、リターンが良かったですよ、みたいな、そういった意味になります。で、これ全部ですね、1超えているので、なんで、えっと、バーレの方が、えっと、VTI よりも同期間のリターンの、リターンっていうのは良かったってことがわかります。で、えっと、じゃあ次、リスクですね、標準偏差見ていくんですけども、えっと、リターンはバーレは高かった たたんだだけれどももリスク自体も、えー、とバーでは高い,っていうこととこが分かります、まあ、具体的に何倍かっていうとここら辺の数値を見ていただければと思うんですけれども、えー、これですね単純に獲得したリターンよりも、えー、と取っているリスクの方が高いので、まあ、それなのでちょっと微妙かなって感じですねでそいつを具体的に示したのがこのシャープレシオなんですけれども、まあ、要はですね、えー、とバーレの方がリターン自体は高いんですけれども、えー、とリスクがそれ,、えー、とそれよりも多くなってしまっているのでなんでここのシャープレシオ自体は、えー、この VTI とバーレを比較して した場合には、バーレの方が vti に見劣りするっていう風な、えー、そんな感じになっています。で、えっ、ー、と次ですね、えー、それがこの相関係数なんですけども。 えー、この相関係数っていうのは、バーレと VTI の各営業日における値動きの連動性を示す表になります。で、えっと、1に近づけば近づくほど、えっと、バーレと VTI は同じような値動きして、マイナス1に近づけば近づくほど、バーレと VTI は逆の値動きをして、で、0に近づけば近づくほど、バーレと VTI はそれぞれバラバラに動きますよ、みたいな、えー、そういった意味になります。で、値動きの、えっと、一致の確率ですね。えっと、それを示すと、一応、あの、相関係数1の場合は、100%同じ方向に値動きますよと。で、マイナス1の場合は、100% を逆の方向に値、ね、で、えっと、0の、相関係数0の場合は、えっと、同じ、バーレと VTI が同じ方向に、えっと、値動きするか、逆の方向に値動きするかっていうふうな、え、確率は50、50-50ですよ、みたいな、えー、そういった意味になります。で、えっと、これで見ていくと、まあ、1営業日の相関係数0.6なんで、まあまあ高いですね。確率に直すと、まあ、多分、えっと、60%か70%ぐらいになると思うんですけども、えー、そんな感じになっています。で、えっと、1年ですね、250営業日のところも0.49なんでそ、そこそこ高めですね。まあ ただですね、ここの2年から10年ですね、これにいくにしたがって、相関係数がだららラっララと下がってきてるってことがわかると思います。それなので、これで言えることっていうのは、一営業日まあ比較的短期間であれば、バーレと VTI、アメリカのインデックスですね、そこの連動性は高いんだけれども、それが長期間になればなるほど、ここで見る限りでは連動性っていうのは下がってるっていうふうな、まああの、なんならばですね、ここのですね、 えっと、6年から、えっ、ー、と、10年のところですね。えっ、ー、と、ここに関しては逆相関って感じになっているので、えー、VTI が上がったら、えっ、ー、と、バーレが、えっ、ーと,えー、と、下がって、VTI が下がったら、バーレが上がるみたいな。まあ、ただそう、相関係数自体がそこまでむちゃくちゃ高くはないので、えっ、ー、と、絶対そうなるかって言われたらそうでもないんですけども、ただ、一応そういった関係性は見,取見て取れるっていうふうな、えー、そんな感じになっています。で、えっ、ー、と、このディスクバイス自体は、こ,この標準偏差で見た、えっ、ー、と、銘柄割るベンチ、銘柄らるベンチマークですね、えー。この数字と同じになっています。なんで、こいつを持って、 てきただけです、す。それで計算されるのがこのベータって指数なんですけども、このベータっていうのは、えー、バーレと VTI の各営業日における値動きの感濃度、えー、これを示すのがベータっていうふうなものになります。まあ、てか具体的に言うと、えっ、ー、と VTI の値動きに対するバーレの値動きの感濃度ですね。えー、それがこのベータになります。で、これ、えっ、ー、と1営業日だと1.49ってなってるんですけども、えー、これっていうのは、えっ、ー、と理論的にはなんですけども、えっ、ー、と VTI が1営業日で1%上昇したら、バーレはかける1.49で1.49%上昇して、 VTI が1営業日間で1%下落したんであれば、バールはかける1.49で1.49%下落するみたいな、そういった関係性を示すのが、このベータって形になります。で、一応ここの250営業日を見ていくと、これ1.88ってベータがなってますけれども、これっていうのは、VTI が250営業日間で、じゃあ10%上昇したんであれば、バー r の方はっていうと、理論的に、理屈的、理論的か、理論的にはかける1.88で18.8%上昇ト上昇 そしてで、えっと、VTI が250営業日間で、えっと、10%下落したんであれば、バーレはっていうと、×1.88 で18.8%下落しますよみたいな、まあくまで理論値なんですけども、そういった関係性を示すのがこのベータっていうふうな指,あの指標になります。で、これで見るとです、ね、ここの2年まで,です、ねえっと、1営業日から200 500営業日までは、えっと、ベータが1超えてる。 えっと、ベータが1超えてるんですけれども、ただ、えっ、ー、と、3年から10年ですね、これに関しては、えっ、ー、と、ベータがですね、あの、3年に関してはかなり低くなっていて、で、えっ、ー、と、4年からは、えー、ベータがですね、マイナスに突っ込んでるっていう風な、えー、そんな感じになっています。で、えっ、ー、と、ここまで算出できて、初めて、えっ、ー、と、実力があるかないかっていうのを検証できるんですけれども、えー、それがですね、ここの、えっ、ー、と、ベータによるリターンとアルファによるリターンになります。で、えっ、ー、と、ざっくり言ってしまうと、このベータによるリターンっていうのが、 マーケット全体が好調だったから得た分のリターンで、で、アルファによるリターンっていうのが、数ある銘柄の中から、一あの、わざわざ、えっと、バーレを選んで投資したことによって得られた分のリターン。え、それがこのアルファによるリターンっていうふうなものになります。で、えっと、計算式自体は、このベータによるリターンが、VTI のリターンに、え、ベータ値、これを掛け合わせてあげたものが、ベータによるリターンってなっていて、で、このアルファによるリターンっていうのは、ここの、えっと、バーレの平均リターンから、このベータによるリターンを引いたもの、引いて残ったものですね。え、それがこのアルファによるリターンって形になり なっていますで要は、このアルファによるリターンがです、ねえー、とプラスになっているのであれば、まあそれえー、とわざわざ、えー、といろんな銘柄からわざわざバーレを選んで投資した意味あるよねと、えー、実力あるよねみたいな、そういう話なんですけども、えー、これマイナスだった場合は、えー、どんだけ、えー、とバーレが v t i よりもリターン良くっても、えー、それって要は、えーと、バーレってすごいリスク高い資産で、でしかもその間、マーケットが好調だったから、それはリスク高い資産に投資していれば、マーケットよりも高いリターン出すだよねと。 VTI が下がってしまっていたら、リスクあのたくさん取ってる分、えー、とボコボコにやられてるんじゃないのみたいな、えー、そういったことが言えるので、なので、アルファによりダウンって、ある意味、そのマーケット全体の好不調に対するバッファーみたいな、えー、そんな感じになっています。まあ、てか不調に対すするバッファーですね、えー高調の時は えっと、さらにそれにプラスして、あの、リスク取ってる分にさらにプラスして、アルファによるリターンが乗っかってくるっていうふな感じなんですけれども、えっと、不調の場合は、このアルファっていうのが、えっと、その取ってるリスクとか、えっと、マーケット全体の状況に対してのバッファーになってくるみたいな、そんな感じになっています。で、えっと、これで見ていくと、アルファによるリターンですね、えっと、こいつはですね、えっと、大体プラスっていうか全部プラスですね。で、えっと、ベータによるリターンっていうのが、えっと、プラスもあるんですけれども、ここの4年からはマイナスになっています。で、えっと、それをですね、一応この平均リターンに含まれるベータによるリターンと、 アルファによるリターンの、えっと、比率ですね、それを表したのがこっちになるんですけれども、まあ、要はここ,のこ,こも、ですねこのアルファによる、えっと、構成比率ですね、えー、こいつが0%以上であれば、あ ゼロ、そうですね。0%以上であれば、えっ、ー、と、ちゃんとそのリターンのうち、えー、その、わざわざ、えっ、ー、と、いろんな銘柄の中から、わざわざバーレを選んで投資した分の実力ありますよ、みたいな。意味ありえますよ、みたいな、えー。そういったことになるんですけども、えー、ゼロしちゃまわっちゃってると、えっ、ー、と、それただリスク取ってマーケットが好調だったから、得た分のリターンですよね、みたいな、えー。そういった意味になります。で、それで見ていくと、これ、えっ、ー、と、アルファによる構成比率が全部、えっ、ー、と、ゼロを超えているので、まあ、それなんで、えー、とそれグラフに直すとこんな感じになるんですけども、 えっと、それなので、えー、これ、VTI とあくまで比べた場合には、えっ、ー、と、バーレを、えっ、ー、と、えっ、ー、と、バーレに、えー、と投資した意味ってありましたよね、みたいな、えー、そういった意味になります。まあ、ただ、えっ、ー、と、期間によって、まちまち、 いうな感じになっているので、なのでこれ、単日で考えた場合には、バーレのリターンって平均して0.1%あるんだけれども、そのうちマーケットが好調でリスク取った分て得られた分のリターンっていうのが68%に当たる0.07%で、バーレをわざわざ見つけて選んで投資したっていうことによる実力によるリターンっていうのが0.1%中32%に当たる0.03%。 0.03%ですよねみたいな、えー。そんな感じになります。で、えっと、まあ、1年も大体同じような比率なんですけれども、ただそれが、えっと、ここの3年ですね。えっ、ー、と、あ、違う2年か。えっと、2年になってくると、えー、その比率が、要は、リターンのうち、半分は、マーケットが好調で、なおかつリスク取ったから得られた分のリターンなんだけども、もう半分っていうのは、えー、ちゃんとバーレを選んで投資した分のリターンがありますよ、みたいな、えー。そういった感じになります。で、えっと、それがですね、どん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 長期に行くに従って、まあ、あの、期間が長期になるに従って、えー、そのアルファによるリターンの構成比率っていうのが上がって ってるって感じなんで、なので、えっと、VTI と比較した場合には、えっと、長期間で持ってた人っていうのは、ちゃんとそのバーレを、選んで投資した、えっと、意味がありまして、みたいな、え、そういった感じになると思います。これが、えっと、VTI との比較でしたが、えっと、これですね、あくまで、えっと、この VTI は前座にしか過ぎずですね。えっと、問題はですね、このバーレが、えっと、ブラジルに上場している、なんか、ブラジルの企業なので、え、それまで、ブラジルのインデックスですね。えっと、そいつと比較していきたいと思います。これが、えっと、新内になります。 で、それがこれ、えっと、EWG ですね。えっと、MSCI のブラジルですね。えっと、こいつに連動するものにな、あの、ETF になっています。で、えっと、こいつで比べていくとですね、まず、リターンですね。え、これ、リターン自体は、えっと、バーレは、えっと、さっきの VTI と比べた時と同じように、えっと、インデックス、ま、このベンチマークですね。え、それよりも、えっと、いいってことがわかります。で、えっと、標準偏差ですね。えっと、ディスクなんですけども、え、ディスクに関しては、ま、あの、さっきと同じような感じで、え、バーレの方が、え、この EWG よりも、えっと、高いなっていうふうな感じですね。で、それで、えっと、シャープレシュが3 でできるんですけどもただ、このシャープレッシュを見た感じだと、まあ、そこまでこの2つ変わらないなって感じですね。まあ、それなので、えっと、このバーではリターンも高ければ、えっと、リスクも高いんだけども、ただ、えっと、1段階。 えっと、リスク1単位に直してみると、えそこのリ,リターンの獲得効率っていうのは、まあ、そこまで EWG と変わらないですよ、みたいな。えそういった感じになっています。で、えっと、問題は相関係数ですね。えこれ相関係数がですね、ま、かなり高いですね。えっと、要はですね、これ1営業日だろうが、えっと、2500営業日だろうが、ま、あの、250営業日だろうが、えこれ相関係数が、えっと、常にですね、0.78超えてるので、えそれなので、 これ、えっと、VTA と比較した場合には、あの、まあ、長期になればなるほど VTA との相関係数、まあ、連動性が低くなってるっていうふうな、まあ、むしろ逆相関に突っ込んでるみたいなえ、そんな感じになってたんですけども、え、この EWG、まあ、あの、要はブラジルの、えっと、インデックスと比較した場合には、えっと、かなり連動性は強いっていうふうな、えー、そういったことがわかると思います。で、リスク倍率がさっきの、えっと、ここの、えっと、標準偏差を比べたやつで、で、このベータ値が、計算したベータ値がこんな感じになります。で、えっと、そこで初めてわかるのが、ここの、えっと、ベータによりた とか、アルファによるリターンって感じなんですけれども、これ見ていくと、例えば 1A 曜日ですね、これがですね、ベータによるリターンが0.05ってなってるんですけども、これはですね、バーレの平均リターンが0.1あって、そのうち56%に当たる0.05%がマーケットが好調、つまりはブラジルのえとインデックスが好調で,で、なおかつリスクを取ったから、いられる分のリターンが0.05%あってでえと44、44%に当たる0.04%っていう のは、数あるブラジルの、えー、と上場企業の中から、えーと、バーレをわざわざ選んで投資した意味がありましたよね、みたいな、まあ、実力がありましたよね、みたいな、えー、そういった意味になります。でえー、とただですね、えー、とこれ、えーと10 2500営業日、10年になってみると、これ、えっと、バーレの、えっと、バーレに投資しているときの2500営業日の平均リターンが、185%、えっと、18えーまあ、要は2.8倍になっているというふうな、そんな感じなんですけれども、えー、そのうち、えっと、ベータによるリターン、マーケットが好調で、でリスク取ったから得られた分のリターンというのが、えっと、195%で,で、アルファによるリターンというのが、マイナス10%になっていてで、構成比率に直すと、ベータによるリターンの構成比率が105%、アルファによる構成比率のリターン アルファによりターンの構成比率がマイナス5%って感じになっているので、これ、要はどういうことかというと。 これ、えっ、ー、と、ベ、バールに投資した分の、えっ、ー、と、リターンって185%あったんだけれども、えー、そのうち、えっ、ー、と、105%に当たる195%っていうのは、えー、このブラジルのインデックス、マーケット全体が好調で、で、それにさらに、えっ、ー、と、リスクをプラス、あの、それに対して、えっ、ー、と、高いリスクを取っていた。まあ、具体的には、ここの、えっ、ー、と、1.44倍のリスクを取っていたから、だから、えっ、ー、と、得れた分のリターンっていうのが195%あって、で、えっ、ー、と、要はこのマイナス、アルファによるリターンのマイナス10%っていうのは、えー、数ある ブラジルの上場名側の中から、えっ、ー、と、バールを選んで、えっ、ー、と、投資した分の、えっ、ー、と、リターンっていうのが、えー、マイナス10%。つまりは、えっ、ー、と、わざわざ、えっ、ー、と、バールを選んじゃったことによって、10%リターンが削れちゃっていて、で、本来だったらば、195%、同じようなリスク取ったらば、えー、195%のリターンが獲得できていたことになるんだけども、手のバールを選んじゃったから10、10%削れちゃって、で、えっ、ー、と、最終的なリターンっていうのが18、185%になっちゃってますよね、みたいな。えー、そういった意味になります。で、えっ、ー、と、グラフで見ていくと、こんな感じですね。 でえっと、これ、なんとなくの傾向としては、まあ、あくまであのただ、これを追いかけて見えるだけなんですけれども。 えっと、これですね、えっと、期間が長くなってば、いけば長くなっていくほど、このアルファによるリターンっていうのがだんだん消えていってますね。で、えっと、このある、ここの9年と10年に関しては、アルファによるリターンがマイナスに突っ込んでるって感じですね。まあ、えっと、8年に関しても、えっと、もうほぼ、ほぼすずめの涙程度なんですけども、っていう感じになってるので、まあ、なので、えっと、この違いは、えっと、単純に、ここの相関係数ですね、え、この相関係数が長期になればなるほど高まってるっていうふうな、え、そういったことが、まあ、主要因として挙げれるんじゃないかなと思います。まただなんで、えっと、 えっと、相関係数が若干低くて長期にそれは、その、えっと、個々人でちょっと考えなきゃいけないところだとは思うんですけれども、まあ、いずれにせよ言えることは、そういう、えまあ、あの、長期になればなるほど、相関係数が、なぜかよくわかんないけど、高まってるっていうふな、そんな感じになります。で、えっと、それで、ここのアルファによる構成比率っていうのが、えっと、長期になればなるほど、どん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 削られてあって、で、9年からマイナスになってますよ、みたいな、そんな感じになりますね。 えー、とりあえず、えー、これがですね、えー、EWG との比較で、で、ここでですね、えっ、ー、と、まあ、あの、覚えておいてほしいという、というのか、なんというか、まあ、分かっていることだと思うんですけれども。 ま、要はですね、えっと、一つ、その、銘柄を比べるにあたっても、えっと、VTI、ま、要はアメリカのインデックスと EWG、ブラジルのインデックスで比べた場合には、ま、要は比較対象が違うだけで、全然ここのベータによるリターンとアルファによるリターンですね、え、ここも全然変わってきてしまうので、ま、それなので、えっと、さっきの VTI っていうのは正直比較対象としてあ、あんまり妥当じゃなかったんですけど、妥当じゃないっていう判断になりますね、この場合だと。え、なぜならば、e、EWG と比べた場合には、相関係数はかなり高いってからっていうふうな、え、そんな感じですね。え、それなので、え、これ比較対象 が違うと全然こ,このっ場合は、ブラジルのインデックスですけれども、そいつと比較してあげた方が、正確なデータというか、より現実に近いデータが得られるよみたいな、そういった感じになります。これがですね、EWG との比較でした。じゃあ、最後ですね、XLB ですね、マテリアルのインデックスですね、素材系のインデックス でですすすけれれどもそ、えー、そいいいいつとと比べていきたいと思います、えー、それがこんな感じですね、まあ、XLB 日本で XLB に投資してる人いないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一応ですね、見ていきたいと思います。で、リターン見ていくと、えー、とバーレの方がいいですね。で、えー、とリスク自体は、えーと、バーレの方が高いですね。で、えーと、シャープレッシュを比べていくと、これバーレの方が低いですね。XLB が、まあ、あのいいっていうふうな感じにはなると思うんですけども。で、えー、と相関係数、えー、これはですね、えー、とここの、 ところの、えっと、5年までは高いんですけれども、ただ6年以降は、えっと、なぜか低くなっている。理由は何でかはわからないっていうふうな感じになっています。で、えっと、リスクバイスこんな感じで。で、ベータはこんな感じになっていて、まあ、要はベータが下がっているのは、ここの相関係数が下がっているから、だからそれがリスク取ってる分と打ち消し合ってるって感じになってますね。で、それで算出できるのが、ここのところの、え、ベータによるリターンとアルファによるリターンって感じなんですけれども、えっと、これで見ていくと。 これが、えっと、ベータにより単とアルファにより単の原データで、で、えっと、構成比率がこんな感じ。で、えっと、グラフで見てみるとこんな感じになっていて、めちゃめちゃまばらになってますね。はい。えっと、単日1年、2年、えっと、6、7、8、9、えっと、あと、若干10も、えっと、アルファプラスなんですけども、なぜか、えっと、4年と5年、ここに関しては、えっと、マーケットが向上でただデスク取っただけですよ、みたいな、そんな感じになっています。え、この理由はなんかよくわかんないんですけども、えっと、とりあえず、えっと、過去のデータと比べ 比べてみた場合には、こういう感じになっているということだけ押さえておいていただければと思います。で、えっと、このデータ見る、見てもわかる通り、まあ、あの、要は相関係数がですね、だいぶこれ、えっと、 最初のうち、最初のうちというか、えー、と5年目までは、えー、と比較的、えー、と相関高い方なんですけれども、えー、6年から相関が低くなってしまっているので、えー、さっきのですね、えー、EWG、ブラジルのインデックスと比べた場合には、まあ、相,関相関係数の観点からは、まあ、EWG を比較対象として用いるのが、まあ、この XLV よりも適当なのかなみたいな、えー、そんなことが言えると思います。えー、以上がですね、えー、と比較でした。 はい。というわけで、ご清聴ありがとうございました。ちょっと、えっと、今回はアメリカの株式じゃなくて、まあ、アメリカに上場しているブラジルの株式っていうふうな形で、あの、変わり種だったんですけれども、あの、まあ、ちょっとですね、えー、この VTI と EWG と比較した場合の違いなんかを見ていただくのが、まあ、非常に、えっと、よかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。えー、でですね、えっと、このチャンネルではですね、えっと、こういった、えあ、ー、のこういった個別メーカーの分析とかあ、あと、あの、アクティブファンドのですね、分析、こいつも行ってるんで、なんで、えっと、これやってほしいとか、そういうリクエストだったらお気軽に、えっと、コメント ンに書いていいてただければと思いますで、えっと、ここまでで目を酷使したと思うので、オンタオルで、えっと、いたわってあげてください。はい、というわけで、今回は以上になります。えー、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。